はい、今日は最近のリアルな私服、マイクローゼットのお洋服を持ってきたルックブックです。大好きな春服なのでいつも以上にカラーものが多いです。1着目のブラウスはね、ピジェアバハウスのブラウスです。アバハウスさんは去年の冬に最高ブーツを YouTube で紹介させていただいてから、展示会にも呼んでくださって、そこでオーダーしたブラウスです。今年はピンクに惹かれまして、だいぶ挑戦ではあったんですけど、デザインも激しすぎずおしゃれな存在感を出せるブラウスだなと思って買ってみました。私が最近イチオシブランド、ブラックバイマウジーで購入したフレアデニムです。ブラックバイマウジー超可愛いのよ。このデニムやばいよ。履くと本当に伝わると思うんですけど、シルエットがとにかく綺麗なフレアパンツです。ピンクにブルーデニムなので膨張しないように、アクセサリーとか小物類はブラックでまとめました。バッグのショルダーがチェーンっていうところも、小物が急にブラックになっても浮かないっていうポイントかなと思ってます。はい、どうでしょうか。1着目可愛いね。デニムすごい形良くないですか。ウエスト位置はハイウエストで、程よいフレア感なので、いろんなアイテムと合わせやすくて、足長効果も抜群です。いつもインすること多いんですけど、ちょっとあえてアウトしても大人っぽくていいかなと思って、今季はね、インよりはアウト推しです。ハイウエスト感がわかるかなと思ってインしてみたんですけど、インしてもね、シルエット本当に綺麗で、まさに大人でも履けるフレアデニムだと思います。ブラックバイマウジーとマウジーはまた別ブランドなので、デニムのサイズ感も違って、マウジーだと25インチ履いてるんですけど、ブラックは24インチを履いてます。色が薄いライトブルーとかだと私なかなか使いこなせないので、この何とも言えない濃いブルーが良かったんですよね。はい、そしてこちらのストライプシャツね、超可愛いよ。スライのシャツなんで、シャツなんですけど、形が面白くて、このままでも着れるし、袖のところにボタンがあるので自分で調節して、腕を通さずにこんな風に着ることもできて、おしゃれじゃない。1枚着るだけでおしゃれになれるシャツです。ストライプシャツ意外と持ってなかったので、こうやってデニムとブルー系で合わせてみたいなと思って買いました。下半身の張りが気になるから、シャツはだいたい長めのものを選ぶんだけど、長めのものとデニムを合わせるとやぼったく見えちゃって重く見えがちなんだけど、このボタンがあるだけで全然重く見えないし、むしろコーデにメリハリが出てすごいおしゃれに見えるので、本当におすすめです。これからさ、夏になって、これから夏になってね、日焼け対策とかもそうだし、中と外の寒暖差が激しい時とかのエアコン対策にもなるので、1枚シャツ持ってるといいかなと思って、今季はこれをチョイスしました。なんかね、私的に今みたいなファッションした時のカバンは黒じゃなくて、ブラウンとかカーキとかイエローとかを持ちたいんですよ。パステル系のね、ブルーとか。でも持ってないので、今何かいいカバンはないかなと必死に貯金をして探しております。はい、3着目は全部ブラックバイマウジーで購入しました。この組み合わせ可愛いと一目惚れで買ってしまいました。可愛くないですか。靴もスクエアのフラットシューズ、つま先の部分がカッティングされてるから足元に抜け感出せていい感じです。で、上にレイヤードしてるのは 2way になってるリブドレスで、本当に素材が柔らかいので着心地のいいロングワンピースですね。ヘンリーをね、前にしても後ろにしても 2way で楽しめるアイテムで、身長的に私は中にボトムを合わせてるんですけど、ワンピースとして着るのもすごい可愛いですね。本当に着やすくて、長丁場の現場の日とか移動が多い日によく着てます。すごいお気に入りです。これね、もう一色グリーンがあって、グリーンもめっちゃ可愛くて、なんか今更うわー、グリーンだったかなーとか思ったり、もう一色欲しいと思ってるぐらい好きなんだけど、この組み合わせがしたかったのでベージュを選びました。どっちのカラーも本当に可愛いので、ぜひ着用画像をネットで見てみてください。このパンツもウエストゴムで本当に楽ちんなの。ルーズなサイズ感がリラックスした雰囲気をね、出してくれるから、ストレスなくおしゃれを楽しめるって感じで、今時期から夏まで長く履けるパンツだなと思って買いました。今は夜中の1時22分です。まだシャワー入ってなくてさ、入らないきゃいけないんだけど、この時間まで入ってなかった、めんどくさいね。
このコーデのアフレコしたらシャワー入ろうかなと思います。このコーデも好き。こういうなんだろう、大人カラーでファッションを楽しむっていうのを春はしたかったのでお気に入りコーデです。最近購入したマウジンのデニムなんだけど安定に可愛い。カーキまで行くとカジュアルすぎるけど、この絶妙なグリーンだからこそ可愛いかなと思って買いました。案の定めちゃめちゃ使ってます。綺麗なのは当たり前なんですよ、マウジのデニムは。このトップスもね、5分袖で今時期のインナーに本当にちょうどよくて長く使えるのでお気に入りです。で、5着目はパンツ着回しで、トップスがシールムリーノです。あ、リップは今日はこのね、シュウエムラとハローキティちゃんのコラボでゲットしたリップを使ってます。はい、日付変わりました。おはようございます。何着目だこれ、 5着目か。5着目はこれ今季のシールムリーンでトップスとシューズを買ったんですけど、シールムリーンのお洋服も大好きなので定期的にお買い物行くときは見に行くようにしてます。このトップスは去年のシーズンから出てて欲しかったんですけど完売しちゃって買えなかったんで、今年また再販するっていうのでなんとかゲットできたんですけど、結構色物買ってたからこっちの色の方が使えそうだなと思ってこっちをチョイスしました。足元カラー系のフラットシューズあったらコーデがマンネリ化しなくていいなって思ってたけど、高すぎるのは手が出せないのでシールムリーンで可愛いのがあったし買いました。このトップスさ、こうやって 2way で着れるから夏はノースリーブにして腰巻きスタイルで楽しみたいなと思っております。2着目でも言ってたんですけどね、こういう色味の時も黒いカバンじゃないんですよね。ブラウンあるんだけど結構大きいからやっぱ小ぶりなブラウン系のカバンが欲しいですね、こういう時に合わせやすいような。今日の夜は麻婆豆腐を作るのでこのアフレコが終わったら買い物に行きます。6着目はジャケットスタイルですね。このスタイリング好き、かわいい。このアメリのジャケット本当に買ってよかった。めちゃくちゃ着てます。ほぼ春服このジャケット着てるんじゃないかなってぐらい着ました。赤パンツも意外とあったら使えるから本当に買ってよかったです。洋服いろんなところ見るけどやっぱり好きなところとかブランドは限られてくるよね。友達アパレルやってる子も多いから友達のアパレルブランドとか、割と性格的にいろんなとこ回るっていうのができないからネットかもうここがここって決めたところに行ってバーって買っちゃいます。なんかこのジャケット買ってからやっぱジャケットってあったら使えるし可愛いかもと思ってね、また新しいの今日さっきメゾンスペシャル行ってきて買ったな。黒のジャケット、こうやってデニムで合わせても可愛いんだよね。このさ、ブラックバイマウジーのフラットシューズすごい可愛くないですか？カッティングがこれでなくてただのスクエアで真っ黒のねフラットシューズだと結構足元重たくなると思うんだけど、カッティングが入ってることで足元抜け感が出て、足元に抜け感が出るのでいい感じになります。7着目はスライとスローかな、あ、どっちもスローか。スローでリアルバイしたオールインワンとトップスです。大好きだよこういう服、こういう色もこういう服も大好き。このなんとも言えないグローに、グローだってスローと混ざりすぎた、グレーに惹かれまして、この組み合わせがしたくて買っちゃいました。私本社に行くからわかるんですけど、スライの皆さんは本当におしゃれな方が多くて、私服からセンスから本当におしゃれな方が多いので、その方たちが着てるのを見てあー可愛いと思ったり、これ絶対似合うよって言われたら買っちゃいますね。あとスローはね、私好みのものが本当に多いです。このトップスもね、シルエットとかがすごい可愛いんだよ。肩パッドが若干入ってるけど強すぎないから全然ごつく見えなく着れます。こんな感じで同系色で合わせてね、足元遊んじゃっても可愛いと思うし、ブラックでまとめるのが無難にいいかなと思います。このオールインワンは夏はタンクトップとかキャミ T シャツとかとも使えるから使い勝手いいし着回しもできるし本当におすすめです。袖通して1枚で着るのもおしゃれさんだと思います。8着目はマウジーでリアルバイしたセットアップです。うーちゃん、うーちゃんカラーだよ、ブラック。
どうですか、似合ってますか？結構私にしては珍しいタイプのお洋服だったんですけど、前にマウジのデニムを使ったルックブック撮影した時にこのシャツ見つけて、あ、可愛いと思ってセットアップできたら、あ、案外いいかもと思ったので、ブラックだしね、大人っぽいミニ丈を着たかったのでこれを買いました。このね、ニット素材っていうところも可愛いんですよね。はい、そして9着目はリエル・リシェのワンピースです。今期も爆買いしたんですけど、その中でも一番お気に入りのワンピースがこれかな。かわいい。このパキッとしたグリーンがさ、着てるだけでテンション上げてくれるビタミンカラーで、メイクもファッションも楽しみたくなる気分にさせてくれます。外のカーディガンは太めのリブで、中のキャミワンピは細めのリブになってるから、パッと見存在感があって、中のリブキャミワンピは華奢なシルエットで女性らしい印象にしてくれるので、すごいバランスよく着れて可愛いし、カーディガンだけで中にこういう感じでタンクトップとか入れて羽織として着回ししてもいいと思います。はい、こんな感じで最近のリアルな私服をご紹介いたしました。春服いかがだったでしょうか。また最新の私服とかルックブック撮るので楽しみにしててください。バイバーイ。